山本慎一郎は、日本の元自治、総務官僚、内閣府事務次官、区内庁次長、区内庁長官を歴任、福井県今立郡池田町出身、藤島高校を経て、1973年、京都大学法学部卒、同年自治省入省、2008年7月から2009年7月まで、内閣府事務次官を務めた。 のち消防試験研究センター理事長。2016年7月13日にされた天皇陛下には、次期皇位継承者である皇太子なる人新王殿下、上位のご意向を示されているという報道について、宮内庁次長として報道されたような事実は一切ない。その大前提となるお気持ちがないわけだから、検討していません。と述べたが、同年8月8日、 約11分間のビデオを通じて、第125代天皇が親しく、国民に向けて伝えた、象徴としてのお務めについての天皇陛下のお言葉で、間接的ながら、自身の大意の意向について言及した。2017年9月3日、秋篠宮文人親王の第一女子で、当時の皇太子なる人親王の命、当時の天皇の初孫に当たるまこない新と、 K の婚約内定が発表された。宮内庁長官の山本慎一郎は記者会見で K についてご結婚のお相手としてふさわしい誠に立派な方と述べた。ありがとうございます。